こんにちは。こんちくしょう音楽教室のベース講師、俺です、アシスタントのロボコン、そしてガンツ先生、およびロビンちゃんです。よろしくお願いします。今日は全米で600万枚売ったと言われるあのセリーヌ・ディオンの名曲 DJ ズ・サックという曲のベースラインの弾き方について説明していきたいと思うのでよろしくお願いします。まずチューニングなんですけれど、全体的に半音下げですね。 A フラット、 B フラット、 G フラット、そしてドロップ D なのでドロップ D フラットってことになりますね。そうすると4弦から順番にいきますと、2つのリフしかないので非常に覚えやすいと思います。弾きますと、まずは4弦の開放、1フレット、2フレット、3弦の開放を弾きます。その後また戻ります。2フレット、1フレットですね。順番に0、1、2、開放、その次に、2、1、4弦、また2フレットに行って、その後3フレットでハンマーオン。ここまでをゆっくり弾きますと、のりくんちゃんと聴いてっか？あっ！その後また開放弦を弾いて、その後4弦の5フレットを薬指で弾いて、3フレットにスライドします。ゆっくり弾きますと、次の2個目なんですけど、ほとんど同じで、最後のところだけがあの5フレットから3フレットにスライドするんじゃなくて、あの7フレットから3フレットにスライドします。続けて弾きますと、そしてまた最初のパターンを弾いて、最後4回目のは2フレットで止まります。3弦の開放なんですけど、実際別に3弦の開放弾かなくても、あの全部適当に開放弦弾いてもいいです。言い忘れましたけど、今日先生はあの ACDC のパンツを履いてます。次のパターンなんですけど、ここは使うのはみんな4弦だけですね、開放2フレット、開放2フレット2回弾きますね。そしたら3フレット弾いて、3回弾いて、そしたら次は6フレットですね。また2フレット開放、3フレット、6フレットで、次も同じで、クリックに合わせて、スローテンポで弾いてみましょう。ピックはどこだ？